サンレオナールドイコールのブラは、フランス、ヌーベルイコールアキテーヌ地域県、オートイコールビエンヌ県のコミューン。サンレオナールドイコールのブラの一人口において、県内11位である、サンレオナールドイコールのブラは、リモージュの東 20km、ビエンヌ川北岸に位置する。コミューンは、囚人と妊婦の守護聖人であるインジャ、レオナールの名にちなんでいる。町は、中世に、インジャ。 レオナールの墓の周囲で生まれた。サン・レオナールのコミューンは、主にヘンマ岩質の高原で構成され、ビエンヌガーウガンを見下ろしている。東端と西端の両側に、花崗岩の塊が現れる。この地形は、ビエンヌ川とそのシジュータール川、またはガラマシュ川に大きく刻まれ、300メートルから400メートル続く丘や谷となって伸びている。景観は、森林。 牧草地と畑が調和している。気候は海洋性気候が前時的に変化したもので、すでに山岳性気候の色合いがある。比較的冬は厳しく、非常に雨が多い。サンレオナールの町は、リモージュとオービュソンを経由して、クレルモンフェランに接続する国道941号線沿いに一致している。コミューンの北では、シャトネ・アンドニョン、ローリエールと接続する。 D19 号線とサンプリエストトリオン及びアンバザックと接続する D39 号線とつながっている。南へ向かうと D65 号線がエイジュとルビガンに D7 バイト号線がエブルフトサンジェルマンレベルにそして D39 号線がサンドニデミュールとつながる。東に向かうと D13 号線が m t エトペライコールルイコールシャトーに d 1 9号線は モアサンヌとサンジュニアン・ラブルジェールを接続している。フランス革命時代、コミューンは、レオナール・シュル・ビエンヌ、その後タルヌ・ビエンヌと改名させられていた。順礼路の地図。リム、残道の途上にサン・レオナールはあるローマによる、ガリア征服より前、ブールジュとボルドを結ぶ重要なルートが、ビエンヌ川を渡って、京のノブラに至った。そこは、浅瀬だった。数キロ上流にはには、 レモビセス族の要塞跡である、ビルジュベールのガリア時代のオピドムがあった。ノブラは小さな村として生まれた。おそらく木造の橋が元からある浅瀬を補強した。最初の城は千年頃に、ビエンヌ川が曲がりくねる場所を見下ろすところに建設された。シェヌド・クロービスという美しい場所には、塚と溝が残っている。その後マもなく、ポバンという名の森の中で、 現在の町は聖域を中心として発展したため、サンティアゴでコンポステーラの巡礼路の一つである、リム・ザンの道の重要な宿場となった。町の領主となったリモージュ市教は、三次会教会の近くに、1100年頃城を建設した。ビエンヌ川から、シェヌド・クロービス麓の教会を眺めるレオナールは、言い伝えと11世紀に書かれたその生涯についての架空の物語によると、 五世紀終わりに、黒尾王宮廷の管理の過程に生まれた。彼は、フランク族の王の洗礼の大父であり、ランス大主教であるサンデミが彼の調剤師だった。早くから、彼には、囚人の元を訪れて解放する特権が与えられていた。以後彼の名声は、さらに高くなり、高い地位を提供されたがそれを拒否して、キリストの弟子となるため宮廷を去ることにした。 彼は、オルレアネーのミシーへ行き、そこで弟子のリーファールと、マクシマンとしばらく過ごした。それから何かし、彼は、リモージュと聖マルシアルの墓から遠くない、ポーバンの森の中、ビエンヌ川を見下ろす高台に、自らの世を置いた。アキテーヌ王の滞在中、王はこの地で狩りをし、妊娠後期であった王妃は難産で、お腹の子を産むことができないでいた。 セーレオナールは神に取りなしをしたので、母親は無事に出産し、子供の命を救うことができた。感謝の印に、王はたくさんの贈り物をしたが彼は拒否した。彼は自分の飼うロバが二十四時間以内に教会を引いた森林の領域だけを受け取った。彼はそこに聖母とセーレミを称える礼拝堂を建てた。少しずつ多くの人々が彼のもとを訪れるようになった。 囚人たちや彼の取りなしで出産したい妊婦が彼の元を訪れ避難所とした。聖レオナールは11月6日に起点し、自らが建てた礼拝堂内に埋葬された。彼は囚人の釈放や女性の不妊に対して加護を祈った。聖レオナール数系はキリスト教社会全体に急速に広まった。彼の墓は信仰厚い人々が集まる巡礼地となった。 多くの有名な人々が隠者の墓の前で祈るようになった。11世紀から巡礼という行いが発展した。1105年、生物を見守り、巡礼者を歓迎するために、聖職者たちは三次会を編成し自ら運営した。12世紀から町は堀と印象的な壁に囲まれた。二つの異なる地区が形成された。 三次会協会周辺の宗教及び病院や役場を含む行政地区、卸売市場周囲の商業地区である。1183年、武装集団が破壊した。数年後、そうした武装集団はブラバンソンで占められた。1214年、ジョン・ケツチオが自らの軍の統率を取った。13世紀の間、フランス王は町の住民たちに特権を与えた。 したがって、行政を司る市民の代表として、コンシュルが毎年8人選出されるようになった。1461年と1470年に出された特許上で、ルイ11世は都市の特権を確認した。1576年、セレオナールの聖遺物を冒涜しようとしたカルバンは、新京都が住民に捕らえられた。宗教改革後、多くの修道院ができた。 革命は町の名をタルヌビエンヌに置き換えようとしたが、すぐにサンデオナールドイコールのブラに変えられた。今日、町は磁気製造で有名である。リムーザンウシ発祥の地としても知られている。占領下のフランスでレジスタンスに武器を供給するため初めてパラシュート効果が行われたのは1941年6月13日のサンデオナールドイコールのブラである。 2016年時点のコミューン人口は4627人で2011年時点の人口より0.13%増加した。参照元、1962年から1999年までは複数コミューンに住所登録をする者の,の重複分を除いたもの。それ以降は当該コミューンの人口統計によるもの。1999年までイヘス、カシニー、 2006年以降は NSEE ありがとうございます。